タイリーク・クエバンスはアメリカ合衆国ペンシルベニア州チェスター出身のバスケットボール選手。身長198センチメートル、体重100キログラム。ポジションは主にガードを務める。2019年に NBA 選手協会が規定する薬物禁止プログラムを違反したため NBA の選手登録を2年間剥奪された。2009年の NBA ドラフトで サクラメントキングスから全体4位で指名される。ルーキーシーズンは、チームの主力であったケビン・マーティンの欠場もあり、リーディングスコアラー兼、フロアリーダーとして活躍。35点差からの記録的な逆転勝利を挙げた、シカゴブルズ戦や多くの試合で勝負所の強さを見せ、レギュラーシーズン終了後には、NBA 史上4人目となる20得点5リバウンド後、アシストの成績で、 ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。2年目のシーズンには、デマーカス・カズンズが加入し、チームとしての飛躍が期待されたが、契約最終年の2012から2013、シーズンまでに向上は見られず、一度もプレーオフに進出することなく終わった。オフシーズンになり、エヴァンスはキングスに残留することを望んだが、キングスはすでにカズンズを中心としたチーム作りを始めていたため、 残留には至らず、4年総額4400万ドルの契約の後、ニューオーリンズ・ペリカンズへ、サイントレードで移籍した。2013から2014シーズン、ペリカンズでは、シックスマンとしての役割を求められたため、シーズン序盤は適応できずに成績を落としていたが、ドリュー・ホリデーや、エリック・コードン、ライアン・アンダーソンなどの主力選手に怪我が相次ぎ、 シーズン終盤の3月に繰り上がる形で、先発メンバーになると、チームは5連勝を含む9勝7敗と結果としては、シーズン最高の勝率を上げる。4月に入ると、アンソニー・デイビスが怪我で離脱し、主力選手がエバンスのみという状況に陥ったが、14日のオクラホマシティサンダー戦で、キャリアハイの41得点を上げるなど、好調を維持して、シーズンを終えた。 2014から2015シーズンは、自己最高の79試合に出場。シーズン終盤は、ドリュー・ホリデーが怪我で、長期欠場したためにポイントガードのポジションに入る、ことが多くなったこともあり、自己最高の平均6.6アシストを記録するなど、オフェンスを牽引。チーム4年振りのプレイオフ出場に貢献し、自身初のプレイオフに出場したが、リーグ最高勝率を記録した。 ゴールデンステートウォーリアーズに4戦全敗を起死した。さらなる飛躍が期待された2015から2016シーズンだったが、開幕前に右膝の手術を余儀なくされ、チームは多彩な能力を合わせ持つエヴァンスの不在を痛感させられる方となり、スタートダッシュに大失敗。エヴァンスは4勝14敗で迎えた12月1日のメンフィスグリズリーズ戦でようやく復帰し、 21得点10アシストを記録した。しかし、右膝の状態は思わしくなく、2月10日に再手術となり、シーズン残り全試合を欠場した。2016から2017シーズンも、前日の手術の影響で開幕から欠場。さらに12月に入り左足ふくらはぎの手術が必要となったことが判明。シーズンデビューがさらに遅れる見通しとなった。 2017年に入りようやく復帰したものの NBA オールスターゲームが開催された2月19日にデマーカス・カズンズ・絡みの大型トレードでフルスのサクラメント・キングスに復帰となった2017年7月7日メンフィス・グリーズリーズと1年330万ドルで契約した2018年7月6日インディアナ・ペーサーズにサインし移籍した 2019年5月17日、NBA は NBA と NBA 選手協会が規定する薬物禁止プログラムを違反したエヴァンスの選手登録を剥奪したことを発表した。これにより、エヴァンスは2年間 NBA と G リーグなどでプレーすることができなくなった。優れたボールハンドリングと強靭な体を生かしたドライブを武器に得点やアシストを重ねるスラッシャータイプの選手で、 味方と自分の得点チャンスを作り出すことに長けている。PG から SF までのポジションをこなすことができるユーティリティプレイヤーでもある。ドリブルスキルではインアウトを得意とし、インアウトからクロスオーバーやスピンムーブを組み合わせる動きが見られる。ありがとうございます。